いいことしてあげようか、うん、今ミッション中俺個人員分かるこの意味これなんで始まったんですかこの青空教室は計算が苦手なんだそうですちょっと お使い頼んでもよかったりする暇してたら、うん、いいよ前科もあるし元ギャング相手に食べ物で済まそうとしてるの大丈夫って言えばいいいるかな。おやす。あ、こんにちはですわ。どうも。出張処理お願いしてもいいですの？あ、いいよ。1万14番までお願いします。と。頑張ってください。インパウンドか。はい、インパウンドです。はい。お願いしますな。あ、どうだった？全体順位第10位。うん20チーム中10位でしたわその分体レベルも そこまで分けるんだそうそうそう色だけじゃないんだそうそう色としては決勝戦に行って一番最初にやられたいやマジでかもなく不可もないじゃんうんかもなく不可もなかった何の話かだけど、あれ呼ばれてたんだけどスケジュール合わなくてさあそうなんだうん大川さんと一緒にやる未来も見えたんですねもしかしたらいや分からん誰と組んでたかはいやわかんないですよね、うん、俺の予想では雷神だったと思ってるへえ、うん、そこなんだ俺が雷神にチクチクされる世界線もあったあとこれはもっと何の話かなんだけど、あのゲーム作った会社俺一瞬働いてたんだよだからなんかちょっと気まずいんだよな元従業員がストリーマーになってうん、インターネット上であのゲーム遊んでんのつないじゃあ今度またなんか遊びましょううんそうねええ、うん、あそうか請求かじゃああと2人誘ってウォーランダーしましょうえ何あと2人誘ってウォーランダーしましょうじゃあウォーランダーかよマージャンでいいだろあマージャン4人いたらもうサクッとマージャンでいいだろマージャンなんならもう、うん、今でもできる天の神様うん、ああがなんかそうそうマージャンってねそうそうマージャン小屋みたいなじゃあそこ来てくださいやりましょうジャンソー行ったことないけど私絶対高いもんお母様おごってくださいまし絶対話題が高いもんお願いしますありがとうございましたわはいよしいいよいい行くかねではまたバイ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 どこ行った？あれどこ行った？あ、いた何してんねん、おい。でしょ？前を見て運転をしてた。で、避けたわ。大車線やで。日本大車線やで。すいません。こっちから全然聞こえ。本当にすみません。私車線やで君。本当にすみません。本日何番でしょうか。224番。はい。224。224。はい。現場蘇生してください。これ。すみません。修理もそれで。どうしようこれ。すみません。あ、そんな感じ？あ、それ感じ？オッケー。あ、分かった。じゃあはい。いらんこんなもん。ダメ？ダメか。じゃあはい。ダメ？じゃあはい。いいことしてあげようか。うん。今ミッション中、俺個人員わかるこの意味。笑い事じゃねえぞお前。ごめん。わかるかな？これからミッション。個人は一人。さあこの大事さがわかるかな？りんごちゃん。これで勘弁してください本当に。
白市民なもので。とりあえず離れて、危ないから。はい、すいません、離れます、失礼します、ありがとうございました。やばくない？何がですか？いや、もうサイレンがすごいよ、ね、やばいよね。何しとったの？なんか元気なくない？大丈夫？いや、まあ、そんな。どうしたの？ま、明らかにテンション違う。その、ここにバイクがある、うん、あるね。このバイク、ぶつけた。人飛んでった。もしかしてあそこの人か？え、どこにいる？松葉杖ついてるよ。え、どこにいる？後ろ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 。あ、気をつけて。もう、 あそこの人かな。謝ったの？うん、700万払った。ごめんねって。なんかミッション中らしくて。なんか今騒がしいやつか。多分そう。大丈夫かな。大丈夫そうかな。分かった。はい、5000円が2個だから5万円。お疲れ様です。はい、お疲れ様ですな。で、4個であれば1個が2つあるので。こんにちはですわ。お久しぶりですわ、エンタ様。ご無沙汰しております。今青空教室してる。まあ一応ちょっと聞いとくわ。4は2が2つなのです。4は2が2つ。は、ええ、確かに。 2×2 で4ですよね。2人がし。なので2個で5万円の商品があった場合、うん、4個は5万円が2つになるので10万円になるんです。え、待って、ついていけない。なんでだよ。もう少しゆっくり言いましょうか。なんでだよ。右耳から左耳に出てっちゃう。おはよう、ももみ。こんにちはですわ。こんにちは。おはようございます。あの、今牢屋でさ、犯人治療してきたんだけどさ、うん、あいつ殺す。まずはタバコ屋襲撃だな。みたいなこと言ってる犯人いたから、それだけ気をつけて。すごすぎ。700万も払ったのにな。ちょっと待ってね。警察にちゃんと相談して。病院おいで。病院にも。うん、病院で、うん、逃げとこかな。うん、警察か病院の奥で捕まうよ。はい、気をつけてね、ピンクは。はい。はい、すいませんね。本当に多分やばいかな。一回怖いか。ピンじゃないに変装しといたら。着替えあります？じゃないじゃないシリーズがあるんですね。そう、じゃないシリーズが。あげるあげるあげる。ありがとうございます。あ、ありがとうございますわ。これエンタ何だったっけ？全部最初じゃないですか。2万5000円の商品がまず。2万5000円があります。この商品が2つあった場合は5万円5万円になりますね、うん、自信満々に言ってるけど。4つあった場合は、うん、止まるな。止まるな、バカちゃん。バカちゃん、止まるな。止まるんじゃない。という風に止まってしまうじゃないですか。うんうんうん。ではなく、4ということは2が2つあるんです。4というのは2が2つ。確かに分かりますよね。分かる。で5と、2つで5万円ということは、うん、2つで5万円ってことは4の場合、その5万円がさらに2つあるというふうに考えるんですね。うん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 。あ、10万円だというのがすぐに導き出せる。うわー。つまり2万5000の商品が4つの場合は止まるな。今導き出した。え、2万5000だから2万5000円で5万円で10万円。つまり4つだと10万円になると。おお。これなんで始まったんですか、この青空教室は。計算が苦手なんだそうです。バカ様が飲食店の計算が非常に苦手だとおっしゃる。バカじゃないか、バカじゃん。いや、なんかバカじゃん、計算無理だから計算シート作ったもん。数字入れるだけで出てくるようにしたもん。すごいですね、よっぽどですね、バカじゃ様は。順序立ててやるのが良いかと思いますよ、今みたいに。バカじゃってクク言える？全部。得意な段と苦手な段があるけど、何の段の話？バカじゃん、その何の段の話をする、年齢はもう多分小学3、4年生で多分終わるかな。多分だけどね、長くても半
りゃいいからククってなんで同じだからね同じだからね折り返しだから来てるここにあるんだここにあるありがとうへえホットドッグ屋さんえね私もちょっとやってみてもいい、うん、やってみるうんえホットドッグのさ仕事ついてるのついてないえ、じゃ取りに行かないとだよあ、そうなんだえ、取りに行くえ、エンタもエンタって仕事は空いてるの実はホットドッグの仕事についております、私三連ホットドッグ屋さんやる実はしかしながらホットドッグは営業したことはなくえ、やってみるやってみようかな、じゃあめちゃめちゃ楽しいよめちゃめちゃ楽しいんそんなに楽しいんだ焼くのマジで楽しいんだからわかりました、じゃあやってみようどこで取れるんですか、それね、場所ね、市役所に行くともらえるへえ。じゃあ取ってこようかな、市役所エンタさん、4人乗りの車で行こう、みんなであ、そうしましょうあそれか、せっかくならねせっかくね、バカちゃん、教えてもらったのあるんだよちょっと一瞬気持ち悪い感じになっちゃうと思うんだけどすっごい視界いいから、バカちゃんを信じてくれるはいはいまあこれでもいいまあこれでもいい、別にこれでもいい鍵をくださればこれでもいい、ね、鍵くださいまし、バカちゃんめちゃめちゃ視界いいそれ何どこに取れるの大丈夫ですか、ね、埋まってるここどこ助けてバカちゃん様バカちゃんえ、消えたよね行ってしまわれましたあ、違うなあ、いた戻ってきたどうしてごめんなさいませどこ力超えてきたキャリーで引っ張れるかなと思ったけどで、スマホとかは開いちゃダメはい、歪むんですね、多分そうだからそのままそれで動いてレギオン前まではい出てまいりました、グリジーがおー、グリジーじゃあグリジーを G で、そうで、スマホとかは絶対持たずに大事ね絶対バカちゃん、それ何回もやってるってことでしょ、それ何回もやってるマジで後悔するからバカちゃん持ってきてるバカちゃんもやるバカちゃん持ってくるあ、オッケー走ってる、どうやってんのあれいいよ、ナイスグリジー車に当たると壊れるからねそれ何回もやってるでしょあ、もうグリジーで焼いてんねん、エンタ早いよピンクもこっちでええ近づいてええあ、ほんとだ焼くって出てこないやるそれ始まったら矢印の筋肉でもうダンスレボリューションばりにタイミングよく押していく、ね、で、バカちゃん1個さ、欠点があってさあし、右がないピンク、右ないないって何Cしか作れないじゃん、じゃあバカちゃん、右がない右ないって何右がない聞いたことない右ない聞いたことないよねエンタどうしたらいい右ない右取れちゃった右取れちゃうって何もう押すしかないんじゃないですかこの根元はある根元あるの根元ないです根元ないことある根元ごと取れちゃったバカじゃどうしようそうだまず私が最初のお客様になるって話だったじゃあバカじゃあそうだったじゃあそのツイート終わったら私に売ってくださいましよじゃあうんほっ C を10個、うん、C を10個、え SR をうん5個、 C を10個と SR5 個飲み物は R は追加で難しくしていいんじゃあさて、エンタ頼るのエンタも頼る頼る、もちろんそのためにエンタが来てくれたのじゃあ、R を全部で9個お願いします R が9個、C が10個、ね、SR5 個はい、お願いします何ですかあれ、白市民パスが
があるから SR は3万円になる。やばいやばい。ややこしい。つまりどうなります？つまり、はい、3万円が、はい、R が10個、 SR が5個、違う、 R は9個、9個じゃないでしょうか。9個と5個で14個。うわ無理だ、14は。早い早い、諦めるのが。ちょっと難しい計算してみたんです、注文に、うん、そしたらパンクしちゃった。パンクしちゃった。うちもね、昔は値段バラバラだったからパンクしないように、うん、夢の方でスプレッドシートを作ってもらって、それで計算してたよ。やばか。でもね、ありがとうございます。あの作ってる会場レストランはもうパンクしちゃったから、うん、今日一時的にちょっと帰国されちゃうカジノの咲夜さん、うん、なんかカジノにいるって言ってたけど、うん、カジノが襲われてるっぽくて、どこに行けば会えるんだって。確かに確かにな。でかな。そうか、咲夜様、うん、会いに行かなきゃ。あ、そう、そうだ、一時って言ってなかった。一時って言ってた、うん、行くか、そろそろ行かなきゃ。空港、うん、空港で待ってれば会えはするのかなだと思う、多分、うん、よし、撤退だ撤退だ。今日は運転が荒いです。なんで？わからん。今日もう5回ぐらい事故ってる。やばいじゃん、うん、だからぶつかったらごめんね。なんか無理かも。病院、なんか仕事手についてくればよかった、病院行ったし。確かに確かに。その通りですわ。いるのかな、まだいない。なんて今言ってましたっけ、咲夜様。1時空港って、うん、早すぎた、もしかして。うん、遊んどくか。また遊んどこ。よいしょ、ジャンプだ。さあ走り出しは、さあ走り出し。さあ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 、ロゼ柳戦中、走り出しは好調です。おーっと、お尻を振ってしまった。ジャンプ台やってみよう。ジャンプ台、あれできるかな、あれ。いける、飛べるかな。いけー。いやー、むずい。これいけんの、本当に。いけないかな。ワンちゃんいける気持ちでやってるけど、いけるか。片足のがいいのかな。でもだって片足しか乗らないですよ、これ。そうだよね。うわー、うまい、惜しい。ウィーイ、強くない。このあ、やばい、うわー、危ない。ナイス。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、あ、あ、なんかもじもじして、もじも、体を右に傾けて、あ、大丈夫？大丈夫です。今な、何してるんですか。あそこね、ジャンプ台にして車を飛ばしてました。遊んでたの、それで。ちょっと失敗してしまって、もしよろしければフリップしていただけたりしますか、うん、あー、ほんと。はい、なんか降りれなくて。降りれないんだ。なんか降りれないんですね、これね。あ、これもしかしたらバカだから降りるんですか。そういうことだね、バカちゃんが降りれないと多分降りれない。まあいっか。ありがとう。お使い頼んでもよかったりする、暇してたら。あ、いいよ。ゆっくり帰んないね、それ乗ってると。あ、そうなんだ。ちょっと頑張って。これで降りれる、ピンク。あ、オッケーオッケー、これで降りれる。あ、よかったよかった。よかったよかった。そういうことか、上にいる人から降りなきゃいけないんですね、これね。そうだ、バカだから降りなきゃなんだ。はい、ちょっとダイナーの飯食いたくてさ。ええ、うんうん、ダイナー、うん、ダイナー、遠くで閉まってたらいいんだけど。うんうんうん、ダイナーね。ダイナーの飯買ってきてくんない。ダイナー空いてるかな。弁当がいいな、弁当。わかりました。昨日外しにしようかな、じゃあ。あ、あげる。あるの。そんなことある。10個じゃ足んない、10個じゃ足んない。10個じゃ足んない。100個ぐらい買ってきて、100個ぐらい。わかりました。わかった。ありがとうね。うん、わかった。100個ね。あ、待って、先ほどが足んないよ。ID 何番？
で188番ですわ。188、まあもし閉まってたらそのまま戻ってきて大丈夫。うん、わかりましたわ。振り込んどくから行ってらっしゃい。ありがとうね。行ってきます。ちょっとダイナピン、あ、刺してる。はい、あ、刺してる。不思議な依頼ですもんね。不思議な依頼だね。吹きの葉寿司1個1万円だって。あ、そうなんだ。うん、1個100万円。あ、じゃあ1個100個10100100万100あれ、あれろ10100100万100万1000万1000個買いちゃう。1000個買いちゃう。やばいやばいやばい。あれ話が違う。話違うな。うん、1000個買ってこ。買いちゃう。1000個買ってこ。1000個買おう。え、でもガソリン代、ガソリン代もあるから、ガソリン代引いて。まあまあまあ、でも言うてそんな大したもんじゃないですわ。だからまあ800、900個買おう。900個買おうか。900個買おう。重たいね。持てるかな。え、教授に連絡 しとくか。うん、900個作っといてって。あれがいないですわ、今日。やべやべ、名前をどう忘れてしちゃった。誰出ます？出そう。やばい。ねえ、出まずいから。出まずいから。やばいやばいやばい。出まずいないね。そう、900。まあやってなかったらなんなら、あの素通りでいいマットまで言ってましたからね。言ってた言ってた。だから相当ダイナーがいいんだよ。ダイナーじゃなきゃ嫌なんですよね、多分ね。相当ダイナーがいいはず。お、ついた。いる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 。来た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 。900個900個。よし、カランコロンカラー。お手洗い中です。はじめまして。あなたが噂の今井さんですわね。いい、そうです。私が今井教授です。知らないことはないんですよ、この町で。そんな感じなんだ。そう、黒幕らしい。へえ、黒幕なんだ。うん、カランコロンカラー。カランコロンカラー。こんばんは。あー、来た、戻ってきた。やったー。今井様、そう、柿の葉寿司を900個ください。900個お願いします。900個。え、柿の葉寿司って1個1万円どっちだったっけ。柿の葉は1万5000円ですね。じゃあ、じゃあ600個。え、そうなの。うん、じゃあそう、そう。わかり、ちょっとお時間もらいますよ。じゃあ雇っていただければ一緒に作れます。うん、分かりました。分かりました、分かりました。うんうん、600ってことはさ、何回作るんだ。60回。あ、じゃあすぐだ。うん、うん、すぐすぐ、みんなでやればすぐですわ。うん、じゃあ20個ずつ使えばいいってことだ。そうめっちゃ楽じゃん。めっちゃ楽。あったあった。さ、お水になっちゃうからね。ほか、うん、ちゃん、ちなみに私は作れたよ。え、めっちゃ早い。あと何個。今100個。ちょっと待って。OK、 わかった。あれ、1人何個作るんだっけ。1人200個ですわよ。やばい、あだ結構かかる。また会おうねとか言ってない。大丈夫これ。ええゼックス？ゼックス。ま、待って、行ってくる？うん、絶対帰ってくる。行ってきます、ジル。あれ？え？大丈夫ですか？あれ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 あお見送りする人たちの人に頼まれたと。そうで、だからこれ関係かと思って。およだからなんか間に合うかなって思いつつも、うん、でもまあこれ関係だろうから絶対必要なんだと思って。で、そう。来たね。そうなんですの。ちょっと電話しといた方がいいんじゃないですか。今電話したらね、もうね、いなかった。あら。寝てる。てかもう旅立ってると思うこれ。おかしいな。おかしいな。8093行きます。はいはい、受け取りました。オッケーオッケーオッケー。じゃあとりあえず帰るか。急げ。とりあえず急げ。お気をつけてね。はい。
はいはいはい、ありがとうございましたわ。急げ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 、なんかやっぱ確認すればよかったかな、なんかや、やぼかな、やぼかなって思ってさ、私もやぼかなと思ったんだよ。やばい、やばい、焦って、あの、そう、あの、昨夜の、なんかね、お見送りに来たんだけど、みたいな言って、でも、そんな当たり前に知ってると思って、やぼかなって思った。もしかして、なんかその、知らずに遊んでる子供たちみたいになってたかな。そうかな。食べ物ある？前科もあるし、元ギャング相手に食べ物で済まそうとしてるの大丈夫って言えばいい。社長に連絡する可能性まであるんだよって。ちょっと待ってください。373番？あ、でも、700万は払ったんだっけ？あ、結局捕まっちゃうとさ、いくらかかるの？全部で800万弱か。あ、じゃあ700じゃちょっと足りないよってことね。俺を助けようとして2人捕まってる。あー、OK。 あ、わかった。じゃあ、ちょっと伝えてみるね。ば、あと前科あるよね。あー、OKOK。ちなみに、何番かだけもう一回教えてもらっていい？373ね。373。OKOK。じゃあ、もし、瞑想とかしたらまたちょっと連絡してもらっていい？うん、OKOK。じゃあ、またねー。ごめんねー。バイバーイ。やばいよ、ピンコ。構想の火種だよ。だから、700じゃ足りないって。足りない。具体的にいく
らだと言ってますか。具体的に大体流れは分かった。最終的な合計額を教えてください。一旦こっちに行こう。ええー、行こうか行こうか。ちょっと車乗ってどっか行こうか一回、うん、まあ、ライアンと大体一緒と思うとそれだけで800万が3人で分かんない 3×24、うんうんうん、まあそのミッション中だったからミッションが成功してたら、うん、みたいなところもある。あーなるほどね。もうめんどくさいからお金で解決しよっか。だから鳥は、まあ、なんかわからんけど、いやもうめんどくさいよ。いや3000万ぐらい振り込んでいた。303って言った？3…373 373ね。うん、あもういいよめんどくさいわ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、はいはい、これで満足でしょ。行こう。よし、終わり。よし、解決。はい、解決。足りたかな。じゃあ行くピンコ。行くか。金増やしに。うん、金増やしに行くか。行こう。さっきもらったやつ入ってるぞ、あのトラックに。ケースキャム取ってます。え、鳥今でも、うん、4000万。一人2000万ずつ。うん、ねえ、やばい。やばい。1人2000万ずつ勝てば、うん、取りは返せるから。まあ確かにね。うん、まあルーレットか。そう、ルーレット。一旦ルーレットか。ビッパ入ってる？ビッパ入ってないかも。入ってない。入るんだ。じゃあ2500万ずつですよね、1人ね。オッケー。ええ、2500万増やそう。ありがとうね、バカちゃん。オッケー。当然のようにバカちゃんの取り分を私はあれに当ててくれようとしてるのが意味が分からなくてありがたいけど大丈夫大丈夫。うん、勝った時だけね。勝った時だけね。勝ったお金はあぶく銭だから。いやありがたいけど、ありがたいけど。よし、回しに来たんですか。はい、待って待って、私おじいさん。あー、びっくりした。なーなーねー、どうしたの。お寿司好き？お寿司は好きよ。あ、じゃあこれあげます。なん、10つも10つもあげます。あ、じゃあ待って、じゃあこれあげるね。じゃあ、はい、これあら、釜飯あげるね。あー嬉しいなー、こう噛んでもらえた。やった、ありがとうございますわ、うん、ありがとうね。ではまたー。またねー。減らない。配んなきゃいけないんだな、もう。真剣に勝とう。真剣に勝とう。白くされて黒いだから、これが、チップが、今、100万チップだから、これで1000万。うん。ルーレットと、ブラックジャックだったら、ガチで行くならどっちだと思う？ガチで行くなら、うん、今から小春までできるらしいよ。わかった、よし、行こう。よし。勝てまでやればさ、絶対勝てるじゃん。まあ、それはそう。バクチどれくらいいった？わかんない。あ、60。逆に多い。
まあそう簡単にはいかない、そう簡単にはいかない、でもさ、うん、別にこれでさ次さ、そう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 、で今赤黒赤って来てるからもう絶対黒、うん、今さらに当たり前の距離にはいます、黒黒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 黒、緑はマジない、緑だけはマジでない、油断でそれは狙っていい、それだけない、それだけない、それはない、ちょっと待って、それはない、緑はない、緑ない、こんなこんなヒールでゼロは緑が出るわけがない、死んでるマジで、10番ですね。え、でもさ、勝ったら2000になるよ。確かに確かに。うん。黒が出るだけで2000なんだから。黒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 。赤じゃんか。やばい、これ頼むよ、これ黒じゃなかったか、これマジで頼む、これマジで、これマジで頼む、これマジで黒、これはマジで黒、あしゃ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 、ならいい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 、許してあげる、頼むよ、頼む、赤赤だよ、さすがに赤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 、あと3500万、え、3500万、あーはいはい、とプラスあの場でお支払いしたのもちゃんと、大丈夫です、そうですか、なんか、他にもなんかモズのメンバーを引いたと聞いたんですが、それは事実、それは本当に知らないんですけど、本当ですか、なんかミッションのなんか受注した直後になんか引かれたという人が何人かいるんですけど、それはね、あまりにも知らない、あまりにも分からない、おひれがつきすぎてるっていう話だと思いますよ、あーなるほどなるほど、受注って言われても正直分かんないんです、本当に知らないから、実際あれ何をしてたの、 あそこあれは車を動かしてたんです、ガレージからガレージに、でその友人に手伝ってもらってたから、その待ってもらってたんです、で私もちょっと急いでて、あのような対応になってしまったという感じ、なるほどなるほどですね、ね、そうだからまあそう、あの場でそのちゃんとね誠意を持って対応できなかったのが本当申し訳ないなと思ってますわ、申し訳ない、ごめんなさいですわ、はいはいはい、いやもうなんか気付けてくださいね、はい、すいません、申し訳ないですわ、はい、大丈夫ですよ、はいはいはい、ではまた、はいはいはい、うん、解決しただけ丸いか、うんうんうん、解決しただけ丸いか、なんか、うん、そちらの社長に言ったっていいんですよみたいに言ってたの、だって